こんにちは、ナムです。パープルプリやっていきます。今回は4040の最強初期値と木下131デッキですね。やっていきたいと思います。進む、猿、風薙ぎ、道へ、木下、そしてルミナ、サポートに、水木と。この構成で前回やった善逸と桃槍を同じような形で再現できます。かつ、木下に関しては自動デートを走ってくれるので、まあデートする必要ないっていうところもいいかなっていうふうに思いますし、代わりに入ってきた道へもしっかりとこう2金得くれて交差点のものなので、まあ叫びはまあこっちの方がいいのかな。ちょっとまあ堂々だと思いますけど、まあこんな感じでやっていきたいと思います。で、今回はね、4040なんでやりましょうって感じですね。マネキカルバー行きましょう。からの、いやー、彼女いない。で、あとは、今回は犬山と猿のコンビのコンボ起きないので、まあ、そこはちょっと忘れないようにしながら踏んでいきたいですね、練習。だから変化踏みたくないんだよな。だから変化踏みたくないんですよね、体力の消費量大きいんで。ちょっとね、回復しきらないんでね、そもそも。仙台から行きましょう。で、まずは6。で、2枚カードもらいましょう。お願いします。は、お昼ね。まあまあまあ。おお、マジで強い、それは。それは強い。それはありがたい、マジで。お昼寝も今だったら使いやすいわ。ありがてえ。はあ。あ、これはスタミナかな。まあ、守備の方が踏みたいかな、正直。はい。守備の方が圧倒的に踏みたい。彼女がいるっていうだけの理由ですね、あっち踏みたい。さあ、頼むよ。急行カードからの数字出ろ。はい、OK。よし、虎に翼で一気にまずは経験点がっつり入りました。めちゃでかいわ。でけえ。初手これはでけえな。静岡、遠い。この初手のおかげでだいぶ変えますからね。ありがた。これは何でもいいんで。いいよ。からの。まあ、取っといて買い占め狙いとかもありだと思いますけどね。急行と。あ、いいですね。床に変化強いな、これ。取っちゃいましょう。で、次、5を出せれば、まあ、うまいこと、あとは急行でゴール狙えばいいのかなっていう感じの頭ですね。5が欲しい、5。5ある、しかも青。まあ、ゆかりの方がいい。行きたいけどね。さすがにこれは。まあ、青の回数も稼げるんで、稼いでおきましょう。その気になってきた。で、まあ、ゴールは、エンマ次第かな、でも。あ、残り5か。さすがに行きましょうか。6、ある。ゴールド使いの、急行使いの、先に。これ、強えな。めっちゃ強いな、これ。間違えた。リリースと勝ち運だけ取って、あとはまあ、牽制ぐらいかな。直取りしていいの。牽制取りましょう。で、OK。ナイス。静岡悪くない。ちょっと遠かったけど。まあまあまあ、いいでしょう。静岡。はい。京都。まあ、それなりの遠さかな。まあ、閻魔側じゃなかったのがいいですね。で、京都か。まあ、買っちゃうとこ行ってね。すげえ買うやん。で、ゴールドカードをしっかりと、聞かないで伸び骨。あとは、ポンコツ欲しいな、マジで。残り、12なので、6踏みたい。6踏むと名古屋か。まあ、閻魔遠いからとかってあるんですけどね。まあ、行っちゃってもいいかな、みたいな。スライダー1取って、で、踏みましょう。で、京都なので、次が、京都で買いたいもんが買えなくなることだけは避けたい。技術、まあ大丈夫か。これでいいんじゃない?はい。いいよ。悪くない。精神取るか。オッケー。からの、これでピンチオッケーです。で、ゴールもしっかり来ました。すごいいい感じじゃない?
とてもいい感じに個人的には見えますけど、はい、よし、いいね。あんまりカードないけど、まあまあまあ、京都 OK。 は、新潟ちょっと遠い、反対方向よろしくない。筋力使えんのか、さすがに。まあでも無理やろ。はい、緩急、筋力ナイス。うん、いいですね。160結構入ってくる。公園行きましょう。で、27。ちょっとさすがに遠いな。あーまあこれ2欲しいな、2。ない。まあどこ行くかわかんないですけど、ぶっ飛びましょう。めっちゃ遠くなったとしてもって思ったんだけど、全然そんなこともなかった。そんなこともなかった。いやー、6進みたいなー。風投げも踏みたいけど、さすがに6進めるんなら6進みたいな。これは変化いきましょうかね。よし、1で買い占めできるけど、微妙に。変化うまい。周回で稼ぐ。なんか青は結構踏めてますね。ショートもできると思う。で、妥協反応入ったんで乗っちゃいます。からの、あと、6。おお、静岡も一応買い占めできますが、まあ横浜でしょうね。さすがに先進んだ方がいいかな。 OK。 で、新潟は変化と筋力なんで、まあ、これくらいだったら取っても大丈夫やろ。はい、よし、 OK。 かなり物件変えてるかなと思います。ちょっと精神今変えなかったのが痛いですね。足んなかったか、しょうがないけど。ちょっとエンママジでゴールしないで、お願いだから。エンマゴールやめてください。エンマ残り2か。これゴールしそうだな。これは、まあ、うわぁ、つえぇ。ちょっとつえぇわ。取るか。さすがに強いですね。これ行くんですけど、ちょっとポンコツ待ってる余裕がないですね。っていう感じですね。待ってる余裕ないな。うん、いいんじゃない。はい、で、踏みましょう。強っ。300点ぐらい入ったわ。ナイス、根性で。ルミナがしっかり走ってくれましてからの、ナイス、ゴールしてない。行く、名古屋強い。夕食食べてないで切っていきます。で、体力回復ちょうどしたのがめちゃでけえな。うまー、買い占めできますね。一応多分225だと思うので、まあ、あんまし使わないようにしながら。結構経験点いるんでね。新潟って920ね。うん、これでまあ大丈夫かな。はい、で、行きましょう。よし、ナイス、ようやっとるわ。 OK からのドン。函館いいですね。血はとてもいい。いやー、ちょ、筋力足んねえかもな。筋力足んねえかもな。告白ナイス、いいですね。で、新潟ね。新潟、はい。参考になるかも。で、18、函館。いや、地味に遠いなぁ。こっち入んねえんだけど。うわぁ、微妙。超絶微妙いな。タラレバーを駆使する必要はないか。タラレバを駆使する必要は今ないかな。頼む、進行形ください。は、いやー、いらん。マジ全然いらん。回復ないっす。からの130入りまして、道江くんからしっかりもらえました。まあ5ですね。守備でいいかな。で、技術まあいいかな。振ってってポンコツないんだけどさ。ポンコツないんだけどさ。
5いきます。ちょっとエンマ早いよ。エンマ1とか出してくんない？買ってきます。いらねー。 OK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 、 いいね。特急入りました。一応経験点を歩きながらもらってるので買い占めはいけそうですね。青森も買い占めいけんだけど、青森確か精神と変化、函館は大丈夫っすよね。これは取ってこうかな。91で、はい、いいんじゃないでしょうか。これでゴールできればまたいい形だと思います。青森ナイスで頼むので、おお、買ってきます。いらん。ゴールさして、秘密兵器筋力ナイス、いいですね。ゴールがしっかり入れてるのがいいね。精密取りますか。で、まあ、200ちょいだと思うのです。まあ、はい、いけるでしょ。うん、函館はマジででかいんで、物件の収益としての札幌いいですね。札幌買えねえわ、ここ買ったら多分ここの次の距離としてはとてもいいんですけど、さすがに無理だな。無理ゲーがすぎるわ。残り9、エンマ残りがいい感じ。これ1回なんかもらえたらワンチャンある。わ、筋力踏みたかったけど無理か。うん、これこの辺の方が良さそうですね。筋力もらえたらワンチャンあるかな。ないか。はっ、ぶっ飛び。ヒジタナイス。ただ必要なかったですね、クリスマスなんで。からの116、ワンチャンいける。たらレバー、はい、よーし、ナイス。いやー、225ちょうどいけるんじゃないかな。これちょうど足りてそうですね。ありがてえわ。こんなもんか。ちょっと変化もう一個伸ばそうかな。200ちょいちょいって感じで入ると思うので、闘魂、いやー、除菌力は今使えんな。バント封じ取るか。220や、大丈夫これ、振りすぎじゃない。うん、これだけあればまあまず大丈夫だと思うが、はい。で、守備でいいですかね。もう一個振ろうかな。やっぱ大丈夫でしょ、さすがに。はい、うめえ、買い占めが順調。うん、買い占めがとても順調。東京駅、ちょっと稚内行きたかったっすね、ここまで来てたら。ナイスすぎる。東京、おーっと、ちょっと位置が良くない。さすがに位置が良くない。ちょっとこれ西カード賭けやな、だいぶ。遠くに吹っ飛ばされる可能性ありますね。でも行くしかないか。遠すぎるもんな。うわー、飛ばされた、無理。これはだいぶまずいですね。メンタルかな。さあ、てってけてないかな。ちょ、やばいんですけど。場所替え、ないか。ただ場所替えはいける。エンマあと何マス。エンマさんは残り23マスです。微妙に近くない。うわー、26、勘弁して。ゆかりブルー強いですね。ただこれゴール目指したいんで、23、まあ、23でもいけるか。ああ、いける。これでゆかりブルーで23で5とか踏んで特急っていう感じの、頭ですね。 OK、 よし。ちょ、1回はマジでゴールさせて、最低。さすがにゴールをカード、うん、いいんじゃない。意外とエンマが進まないですね。
いやでもゴール1回か、厳しいね。さすがにもうちょっと行きたかったけど。ゴールドを使う。で、まあ、1回もできるかまだ保証はないけどね、6が出るかわかんないんで。6ちゃんと出てくれるかな。あと筋力これ、まあさすがに大丈夫か。まあ、どうせ東京買い占めできないんでね、全員ついないんで。で、18。からの生地高い服、悪くない。ちょっとつもんしん。からのこれ30離れてたよな、さすがに。6ある、オッケー。まあ、マジ最低限って感じですけど。で、これが、いくつなんだ、一体。一体全体、これ、いくつ入るんでしょうね。30は下がりですよね、さすがに。496ですね。はい。OK。じゃあ、まあ、振りましょう。ジャイロボール。緊急投馬。火消し。縛り。変化球、対抗心。こんなもんか。はい。まあ、もう、同栄は、待ってられないですね。490ならこれぐらいでいいんじゃない？ 490。 はいはい、 OK。 まあ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 最低限ですね。それ2回ぐらいはゴールしたいからな、やっぱり。はっ、博多遠い。で、変えるだけ変えましょうか。技術が変えないんでね、多分ね。はい、 OK。よし。さあ、次、決算迎えまして、そこそこ入ってますね。1万3000点。さあ、次行きましょう。わー、赤。まあ、ちょうどいいかな。39で遠いし。特にやることもないんで、黄色とか、おー、強いじゃん。まあ、だいぶ弱くはなってんのか。だいぶ弱くはなってんのか。だいぶ弱くはなってますが、まあまあ、ありがたい。この辺振ってていいな。で、ブルー踏みましょう。割ともう入ってるんじゃない？うん、青はかなり踏んでると思うんですけどね。そろそろなんか静岡買い占めか。まあこれは静岡ですね。道草食ってればいいはずですが、ちょっとゴールこのセクション怪しいですね、回数が。ってなってるんで、黄色でなんかもらいたいが、名古屋も買えますね。名古屋買おうか。名古屋これゴール入ってんのかな、一回。っていうぐらい、あれですね。ゴール入ったっけ？覚えてねえ。はい、OK です。結構変えている。で、どんな風に自動出てほしいな。で、風なぎのことも考えながらなので、心臓先取っちゃう。怖いし。つえー！それは行くわ。赤だけど。赤だけど、これはさすがに取りましょう。強いですね。354。うん、いいでしょう。で、踏みましょう。さすがにこれはね。これで青だったら強そうだった。場所替えカード。ちょっと遠いなぁ。ちょっとっていうか、めっちゃ遠いな。いやぁ、大阪買えますね。大阪買うか。マジで進行形なさすぎて前に進めねえ。これは、ちょっとやばいかもしれませんね。大阪、まあゴール、まだ来てないもんな。ってことと、あとは、博多で消費する経験点考えると、ちょっと置いときたいかな。あとは、あんまり進めないっていう。ちょっとやべえな、これ、体力も。だいぶ、やっぱ進行形って大事やなって思いますね。つら、結構踏まされる赤。岡山でもよかったんかな、ちょっとわからんわ。まだこのセクションゴールしてないですからね。いや、かっこいい。だいぶやばいね。
3で広島でいいかな。これ別にどこ行くって感じでもないし。で、博多は精神は使って大丈夫。はい、OK。よし、いいね。で、からの、おお、元気になりたいです。ありがとう。で、ゴールできた。680700か。まあ、30マス離れてたでしょ、さすがに。さすがに離れてるやろこれ。ゲイ。いいんじゃないですか。よし、ナイス。ホールの回数が少なすぎて。名古屋。名古屋入ってなかったか、やっぱ。なんか入った記憶がなかったんですよね。はい。ゴールドカード、絶好調捨てます。からの、名古屋にあと1になってるみたいですね。1! あ、ないんか。1あったらな、結構理想的だったんですけどね。ゴールドカード、場所替えカード。1欲しかったな、これ。お、でも5で2枚カードもらえますね。それはありがたい。はい。で、カードもらいましょう。いいカードください、さすがに。30マス離れてたかな。あ、センサー一部。ありがてえ。30マス離れてたかどうか、怪しい。まあ、どうせ名古屋は買えるもんないんで、行っちゃいいんですけど。守備でゴールですね。打力強さ取るか。まあ、ちょっとある程度振りまして、こんなもんでいいか。はい。うん、いいんじゃない。オッケー。ナイス。離れてなかったらしい。はい。青森。まあ、1はいいね、1は。警戒解除。カーラーの34と、意外と遠いな。仙台地区使おうかな。めっちゃ遠いっすもんね。まあ。はい、使いましょう。お、はい、ゴール。ナイス。いいですね。30マス離れてるのも確認済みなので。こんなもんでいいか。はい。あとはなんかコツ入ってるやつあれば取っていく感じで。森玉。安全圏内角先制ストップ。アウトロー。警戒解除。はい、オッケー。いいんじゃない?まあ、エンマが近かったら場所替えすればいいだけの話ですからね、現状。はっ、岡山、遠い。うおー、うめえ。てってけできました。ちょ、サボり癖はまずい。あー、ひでえ。それはいかんて。それはゴールしちゃいけんて。うわー!いや、ちょっと舐めとったわ。特性であるからいけるわ、とか思ってたんだけど。これは、監督さんかな?監督さんに慰めてもらうパターンですね。技術も必要なので、ちょっと使いたいな。奏者君につけいいね。はい。うん。まあ、極力変化球は別に、いいかなっていう感じはするので、こんな感じでいいかな。はい。で、監督になんか、怒られましょう。監督さん?あ、お昼寝。めっちゃ昼寝するやん。監督さん。いやー、違う。これちょ、怖いですね。結構入っているが。24000点弱、いいですね。悪くないんだけど、新幹線入りましてからの。もう一発監督欲しいな。かまあカードでいいか。お昼寝使いましょう。で、まあどうせコールが遠いので、まだ横浜だっけ。ちょっと監督さん、そろそろ仕事して。特急ナイス。はい。おーい、2回踏んだのにさすがに頼まいって感じだけど、はい、行きましょう。
はい、が出ました。次行きましょう。 OK ですね。カーラーのちょっと特性で捨てられたのが痛いな。どこかでサボってもマジで文句言えないですね。5以上は進みたい。いや、監督いいね。まあ進むがまあ一番いいけど、キジタでしょうね。マジか、これちょっと頼むで。はあ、それさ、もう本当にいかんて。サボり癖はダメだってマジで。今更おるし。じゃあ監督さん、そういかんて。いかんて監督さん。ようやくだわ、3回目にしてようやく監督に完全にやられましたね。でゴールできないし。え、ゴールできないの？マジ？それはまずいですよ。しかも2位出にくいから行きたくないしな。あー、6行くしかないか。コントロール上げます。筋力上げます。ちょっと上げすぎだな。横浜が買えなくなってしまう。いやー、ちょっとこれでエンマに入られたらマジでちょっと頭の血管がプチッとなってしまいそうな。ちょー、ゴールさしてって。ゴールさしてってマジで。ここまで来てたらお昼寝使います。あ、ちょっと物件も買えんからきついな。こういう足が嫌ですね。なんかこうぐるぐるしなきゃいけない感じが。カーラーの、おーい、しかも大阪。これはマジきついな。しかもゴール圏内じゃないし。15ですね。これがとても嫌です。技術とかだいぶきついぞこれ。 OK で、ゴールを目指したい。5ある。うちょ、強っ。強っ。これ行ってからにするのか。まあゴール目指しでいいと思うけどな。2回ゴールできる可能性ありますからね。体力的にももうちょっとしんどいので、ゴール目指したいと思います。はい。まあしょうがねえな。ちょっとマジでさっきのサボり癖が強烈にもったいなかったですね。よし、 OK。 はっ、広島ワンチャンあるか。ワンチャンあるのか。まず買い占めできたからの、ちょっと精神とか怪しいな、だいぶ。残り10無理。くそー、マジでさっきのサボりがだいぶ痛えな。岡山買えますね。もうこれは買って終わりでいいかな。はい、買って終わりましょう。いいですよ。技術精神もうちょっと使った方がよかったね。はい、いいでしょう。で、技術精神メインでいいと思うので、もうここをバーッと振っていく感じで経験点もらうのと、あとは胴絵が動いてたらちょっとそこは考えるって感じですね。手応え、はい、よし、176。これ足りるか。足りるか。まあ大丈夫か。一応大丈夫ではあるが。てかデート大丈夫これ。意外と走ってないんだけど。意外と走ってないぞデート、うん、ちょっとまあそれも嫌ですね。意外と走ってないのも嫌だな。いや、デート走らんのかい。デートしましょうか。正直デートの方が良くない。デートの方が良くないと思ってるんだけど。
ちょっとデート一回行きます。はい、オッケーで、ちょっぴり9回で。で、さてさて、精神とかもだいぶ、これ必要だしな。結構辛そうですね。行きましょうか。はい、勝てました。オッケーですね。ナイス。からの、いやー、204。あとはデート1回して終わりかな。ちょろっと使ってか。ちょろっとね。投資。投資。尻上がり。打算し。まあ、このままいいか。はい。で、デート終わらせます。144。まあ、なんとか足りるでしょ。そんなにもう入ってくる経験点もないので、あと伸びこつか。表。めちゃくちゃ重てぇ。なんか重いのばっかり、あれっすな。重いのばっかりあれですな。やる気あげよう。これで勝っていく。ちょっと変化。試合経験点も入るんでね、そろそろ振りたいか。もういいか。行きましょう。はい、勝てました。次行きましょう。OK ですね。で、106。変化いいですね。技術が大量に入ってくる。そして、まあ、変化球自体はもう伸ばす意味も遠くにないので、ちょっと改ざんしたいかな、一回ぐらい。300、200かな。うん、変化点はもういらないですね、間違いなく。暴れ玉、技術精神が嫌っていうところですかね。さて、じゃあまあ悪くないけど、確定するか。はい、あとはまあ、いろいろと。ちょっときつかったかな。順応は取れなさそうですね。見てる感じ。これ順応は無理やな。制圧の分も残しておかなきゃいけない。いろいろ考えないといけませんね。伸び骨まだないか。激重でした。いきますか。いこう。はい、勝てました。次、いきましょう。OK。ナイス。からのラストターン。いいですね。ルミナーからじゃなくていいかな。いやー、でも精神も欲しいですからね。ルミナーの方がいいかな。いるか。ただ進むからなんかもらえるわけでもない。48、50。まあ技術はたくさんもらえるって感じか。技術たくさんもらうか。で50ぐらい、もうちょっと振っていいか。ハイスピンジャイロ、これは確定で OK。で、足りるかな。ちょっと怪しいな。ちょっと怪しいですね。精神ポイントも最後使うんで。足りているのか、一体。131でしょ。まあ、さすがにあと1だったらいけるか。いきましょう。はい、勝てました。ということで、101。いや、これ取れるかな。ちょっと怪しいな。技術精神全く足らんですね。まあ、ポンコツが入んなかったとか、その辺もあるんですけど、やっぱな、なかなか厳しいよね。セクヨンの展開もあまり良くなかったですしね。もうちょい点数欲しいということで振っていきましょう。はい、ということで振って戻ってまいりました。最終的にこんな感じでした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。14段。で、残念ながら3ポイント足らなくて完全制圧は取れなかったっていう感じでした。17、9ですね。さあ、どんなもん。筋力と変化、バカ余りです。7かー。厳しい。ちょっと展開悪すぎたよなー。もうちょっとまとまってくれるとよかったんですけど、まあちょっとね、どうしてもサボり癖とかはどうしようもできないんで、まあまあ。しょうがなかったかなって感じですね。わー、40、40でこれか。ちょっと厳しいよなって感じで。
まあやっぱまだちょっと現実的かって言われると、どうでしょうねっていう感じは、まあ、疑問符はつきますね。やっぱバランス飛んでも結構難しいので、なんかそのあたりももうちょっとうまくやれるといいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。